チャオ、なっちゃんです。ミにね、色のせちゃおう。うん。ちゃいます。はい。何は慌ててんねんって感じやねんけど、なんかね、一気にやらんと気が済まになってきた。これはすごい丁寧にやらんとあかんのよ。上塗り、うん。これで色が決まっちゃうからね。さあ何色でしょうって、こんな色です。さあ何色やるか、大体の人はもうこれで分かるよね、何色にしたのか。初の試みでね、ほんまにちゃんと塗れんのか分からへんのよ。やったことないし、こんな昔なかったからね、こんな色。では塗りたいと思います。では、いきます。出てる？このライトの中では難しいな。濡れてるかどうかすらも分からへん。
色がついてる気がしない。なった。緑まで来たかな。近くまで来たけど、どうしても臭い。死んじゃう。
なくなった。近い近い、イメージに近い近い、深い、いい感じです。はい、もうちょっとやね。結構鳥を使うわこれ。それより臭い、しんどい。薄めで拭いてるのもあるからか。手につくしもね。ああ、しんどい。こんな感じ。うん、いい感じでしょ。あぶな、今上から跳ねた。ボディに持ってするもんじゃないわ。これやね、リスキーやね。もうちょっと失敗したら終わり。そんなリスキーな塗り方してます今。意外とね、キャンディーカラー難しかけど難しないぞ。簡単につけるぞ。誰やね、キャンディーカラー難しいことやつ。それはあっちゃんの腕がいいからかもわかんないですけどもね。はい。いや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 、いい感じいい感じ、めっちゃかっこいい。うわ、これはいいわ。テレビの上に見栄えするわ。にしてもしんどいな。立ちっぱなしで1時間近く拭いてるからな。見て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 、このキャンディーカラーすっごい綺麗。うん。よし、オッケー。これで乾かしときます。ちょっと高かったから、この塗料ね結構高かったんよ、普通のより。うん、でも買ってよかった。すっごい綺麗。うん、これをしたかったのよこの前から。うん、まあね、やんやったらね、キャンディカラーはどっちかったら今のドリシャとかね、新しい車に方が似合うんだけど、あえてそれをミニでやっちゃうところがあっちゃんなんです。はい、そう、あのエンゾフェラリもね、ほんまはキャンディカラー塗る予定やったんよ。キャンディのパープルかキャンディのピンクにしようかなと思ってたんよ。そしたら最初からメタの入った綺麗な紫見つけたから、じゃあそれ塗ろう思って塗ってしもたんや。エンゾフェラリをもっと気合い入れろって。うん、だね。はい、あっちゃんもそう思います。
まあ、所詮ね、プラモデルなんておもちゃなんで、好きな色見りゃいいんです。エンゾフェラリであろうが、マーチであろうが、ね、一緒です。大差ないです。おもちゃなんで。だから、まあ、じゃあマーチ買ったあるんや、11マーチ。いつか作ろう思って、ね、純正のあのミキちゃん乗ってた仕様にしよう思ってね。はい、あのミキちゃんが生きてる時に買ったんや。ミキちゃんが、すごい愛着湧いてた車で、あっちゃんと初デート行った車、あ、初デートじゃないわ、あっちゃんが初めて福島行った時迎えに来てくれた車やから言うて、うん、ゆきちゃんが気に入ってたんよ。で、ほぼ駆け落ち状態、もうええか、ほぼ駆け落ち状態でね、奈良行きたからね、うん、あの空港にマーチを捨てたまま奈良行きたんよ。もうね、気のみ気のむ気のままみたいなねもういや、みんなに明かしちゃいます。すごいドラマティックなよ、ね、出会いだけじゃなくてね、出会いから恋愛、結婚、そして別れまで、すごいドラマチックな、うん、ほんま本書けるぐらいやねんけどね、うん、まあそれでね、マーチを買ってやんのよ、11万ね。で、ミキちゃん気に入ってたから、ミキちゃん仕様にしてあげようって思っててんけどね、ままできずじまいだった。だからそれをいつか再現してあげようかなと思ったりもしてんの。はい、疲れた、なんかめっちゃ疲れた。今日はよく寝れるぞこれ、はい、おー綺麗。はい、完成が楽しみです。はい、ということでボロボロになった、はい、そろそろ終わりにしたいと思います。ではまたね、この後クリアかけて、この後ね、ボディもボンネットもルーフもクリアかけて、で、仕上げていきます。さあどんな感じに仕上がるかお楽しみです、はい、ではまたね、バイバイ、あ、それミニのエンジン塗るの忘れた。また明日でも塗ろう。ミニのエンジンね、黒もう缶スプレーで今日塗っとくかな。まあそれは気分次第です。はい、ということで今日はこの辺で終わりにします。またね、バイバイ。